やってたけん玉教室、明日けん玉教室。ああ、けん玉教室、あの、世界一緒にやるあ、そうなんです。そういう時もあります。明日はちょっと週休日。あ、また来てた。お祭りとか、じゃあ、あとお屋敷とか。あ、お屋敷。お屋敷やら。え、じゃあもう生まれの育ち。あ、そうですね。大分ですね。麹屋とか、そういうなところですよ。よく見た目は中東とかね、南米とか言われるんですけど、油田とか持ってそう。ただいいんですけど。そうなんです。本当に言われるんですよ。